10キロ痩せたモロヘイヤレシピ。まずモロヘイヤを茹でたらしっかりと冷やし、水を切って粘り気が出るまで刻んでいく。長芋を角切りにしたらボウルにモロヘイヤと長芋を入れて調味料を加えて全体を混ぜ合わせていく。しっかりと粘り気が出るまで混ぜ合わせれば完成。激うま。10キロ痩せた具沢山サラダ。まずアボカドとゆで卵を切ったらボウルにアボカド、ブロッコリー、マヨネーズ、ケチャップ、ペリスリトール、レモン汁、塩、ブラックペッパーを加えて混ぜ合わせ、そこにゆで卵を加えて混ぜればブロッコリーと卵とアボカドのサラダの完成。クリーミーな味わいで激うま。10キロ痩せたアスパラの豚巻き。まず豚肩ロースに片栗粉を振ってアスパラに巻きつけていく。すべてのアスパラに巻き終わったら塩、ブラックペッパーで下味をつけてフライパンで焼いていく。全面に焼き目がついたら先を加えて蒸し焼きにすればアスパラの豚巻きの完成。激うま。LINE 登録後アンケート回答で痩せるプレゼントを配布中。登録は概要欄から。